ただきます。どうもパンケーキと申します。毎日ダイナモ生活6日目かな。行っていきましょう。今日はガチホコ計測まだ1回もやってないんだよね。座頭とホッケなんだけど、今日は今日のこの時間のここは、いやー強っ。なんかめちゃくちゃ久々な気がする、この2つのステージ。座頭の方向は特になんか、あー避けられた。あいつ持ってないの今の。クソ相手の機動力高いっすね。こっちもボールとかいかない。ナイス強い。あ、ごめん、ミスっちゃった。カバー行こう。ナイス。ここ見に行ってあげたい。よし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 、まあまあよしよし。相手のジェットスイーパーがカスタムだからハイプリ持ってんだな。いや僕もこれあれだな、無印ダイナモの方が良さそうだな。ホッケだしね、ホッケホコは無印ダイナモ結構良さげな気がするけど、ギアをどうするかだな。そしたらいい、当てられた。まあまあまあリードあるから多少は余裕持ってやってもいいかもしれない。あ、ナイスナイス。さあ味方がキールを取ってくれているので、えっ今のガード間に合ってんのか。ナイス、ありがてえ。そのナイスダウン溜まったんだよな。いっか、やっていこう。まあでもこの位置からはなかなか進めづらいんじゃない相手も。んやばい、サモっちゃった。結局1枚やって、ナイスナイス。うー、相打ちでよかったー。さああと傘だけだけど、どこにいるんだ。あ、正面いるね。最近でもコロナの影響でやっぱり学生の人たちは春休み伸びたんですかね。それによってちょっと投稿の頻度とかも考えていかなきゃいけないっていう、頻度っていうか投稿する時間帯考えないとね。みんな学校行ってる時に朝投稿してもみんな見れないもんね。やれてない。おっ、いやでもいいね、だいぶリードしてる。だいぶってことじゃないか、34だもんな。普通にリード返されそうだ。ナイス。いや傘強いなー。ボールドの人がちゃんとホコ持ってくれてるからやりやすいね。やめてくれー、長いんだよあの時。
なんで避けなかったんだろう。あいつかー。ナイス。いいね。いや、ボールド箱持ってくれるの強いなー。やっぱ速度速いし、ボールド持つ人って大体箱ルートもちゃんと考えてくれてるから、いいルート選んでくれるよね。よし、ザトンマーケットガチョウカートでやっていきましょう。いくぞ。いけ、竹ー。さっきの味方に叩きかな。あと、黒もいるね。で、マニュースバッタリーか。ナイス。やれてないか。キル速度速すぎるでしょ。ナイス、ナイス。バッタリー左行った。あー、なんかいたんだけど聞こえなかった。ナイス、削ってます。やりました。ナイス。早い。ナイス。いや、一気に決まるね。押し込んだら一気に決まるな。ナイス。こんな感じで全部早く終わってくれたら楽なんだけどな。でもやっぱガチ歩行ほどなんか早く終わるガチマッチもないよな。矢倉は順当に進まなきゃいけないし、エリアもね、結構塗りで止めたり、すぐ止めたりできるから、アサリも集めてこなきゃだし、ガチホコがなんか一番早く終わるよね。エリアも絶対カウント1ずつしか進まないしね。ここはなんか進め方次第でめっちゃうおパパパッと進めるから、あと一体だけだ。いけいけ、詰めろ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 、いけいけ、大丈夫だ。一体やってくれた。ナイスナイスナイス。あとボールだけだ。俺でやったぞ。いくぞ、進めー。やったぞ。うん、うん、ナイス。早い。ありがたい。何もしてないけど、ほぼ何もしてないけど、ナイス。ほい、ホッケフとガチョコやっていきましょう。なんかホッケの中でもガチホコはなんか戦える気がするわ。ダイナモまだね。他のなんかエリアとかはさ、エリアとかまあ、ヤグラも結構きつい気がするんだよな。打開がね、本当にむずいんだよ。いやー、チャージャーいるんだよな、見て。うわそりゃこんな悲鳴になりますよ。こんな悲鳴になります。まずい。うわ
終わった勝っても負けても早く終わるゲーム いつもだったらまだ2試合分ぐらいしかやってないぞこれ。いつもならまだ2試合分もう4試合やってる。ほい、ホッケフト行くぞ。そういえばなんかコロナの初期症状でなんかコーヒーの匂いがわからなくなるみたいなさ話があったじゃないですか。僕それでさ、マジでもうそういうのめっちゃビビるタイプだから、この前、昨日か、昨日さめちゃくちゃさ鼻水ズルズルだってさ、でいやこれやべえかもしれんなっていう、体もなんかだるい気がして、これやべえなと思って、僕よくコーヒー、缶コーヒー、ボスのカフェオレ買うんですけど、ボスのカフェオレをさ匂い嗅いでみてさ、今にやれないのか。でもコーヒーの匂いって普通だったらね、鼻水ズルズルの状態でもわかるもんなんだね。びっくりしたもん。あ、わかるわと思って、コロナじゃねえわって、コロナじゃなかったわってびっくりしたもん、ほんとに。だからなんかコーヒーの匂いがわからなくなるっていうのはめちゃくちゃいい指標なんじゃないかなって思いましたね。うわあ、相打ちかこれ、早切る速度。こっちが一回振るまでの間に相手何発持てるじゃん。悲しいな。おら、いそう。削ったけど、お、ほら左か。よし、インクがね、どっから、ナイス。いや今のはビビるわ今のはビビるでしょう。あのローラーの詰め方うまいな、めちゃくちゃ。危ね、あいつのインク消えてくれてよかった。うまい。味方の復帰を待ちたいので、ローラー怖い。うわー、一気に3本死んだ。くそー、ナイス。いや、あの即割りあかんやろ、アジ。多分即割りで3本死んだんだろうな。いや、即割りはそういうことが起きるからさ、最強でしょ。いや、えぐい。あー、
リードされおーい、ボトラーあかんって、あれは即割りとかいう最強のやつ道作ってくれ。ごめん、滑り落ちた今、ノックバックでやられたわ。あー落ちちゃった。これとんでもだよな、まあそうなるよな。いやー即割りに持っていかれた、くっそ2連敗したからこの辺にしとくか。意地張ってやっちゃうと良くない結果になるからな。くそー、まあしゃあない。というわけで、まあ、今回は5戦やって3勝2敗かな。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさまでした。またね。バイバーイ。